今回の動画では、岡田監督がある3年目右腕を絶賛した件、そして紅白戦の先発が決定した門別選手と茨城選手について、掘り下げながら紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、岡田監督が絶賛した岡留選手から見ていきましょう。ルーキーイヤーに2軍で36試合、防御率 1.54 と結果を残し、昨年の春季キャンプで1軍に抜擢された岡留選手。しかし、2月18日の DeNA 戦で四球と全く結果を残せず、すぐさま2軍降格に。岡田監督からも、チームに悪影響を及ぼすからな、と酷評されるなど、悔しい結果に終わりました。当時について岡留選手はいろいろわからなくなっていた。修正できるかもわからないくらいの感じだったと振り返っており、イップス寸前にまでなっていたことを明かしています。岡田監督の信頼を失ったままシーズンに入ると、2軍でも結果を残しても、1軍で登板機会が回ってこない日々が続きました。2軍からはたびたび、岡留選手を推薦する声があったようですが、岡田監督は DeNA 戦での大乱調が頭に残っていたのか、7月までチャンスを与えませんでした。この件については岡田監督自身が、シーズン中にファームから何回も推薦があったけど、おい大丈夫か、と言った、と明かしています。7月4日の広島戦で初登板を迎えると、そこから7試合連続無失点と好投。8試合で防御率 1.29 と結果を残し、日本シリーズでも登板のチャンスを与えられるなど、徐々に首脳陣の信頼を勝ち取っていきました。岡田監督の頭に残っていた岡留選手に対する悪いイメージは払拭できたのではないでしょうか。勝ちパターン入りを狙う今シーズンは、フォークの習得にもチャレンジ。昨シーズンはストレートが投球の中心で、スライダーとツーシームを加えた3球種で投球の 90% 以上を占めていました。落ち球がないことによる窮屈さを感じていたようで、新たにフォークを習得するようです。1年前は新しい球種の習得どころか、フォームもバラバラで、ストライクを取るのが精一杯だった岡留選手。あの姿から考えると、良くなっているのは明らかです。第2クールで岡留選手の投球練習を見守った岡田監督も、1年前のブルペンとえらい違いを。堂々と投げてる。ストレートも速くなった、と語っており、ここ1年での変化に驚いた様子でした。岡留選手自身が、去年のシーズン途中くらいからうまく回り始めた、と語っているように、これまでの取り組みが、昨シーズンの途中から結実し始め、自身にもつながっているようです。自信を深めたことで1軍でも2軍と同じようなピッチングができるようになった点も大きな変化でしょう。2年続けて2軍で30試合以上、防御率1点台という圧倒的な成績を残している岡留選手は、大ブレイクまであと一歩のところまで来ているはず。昨シーズンブレイクした村上選手も、2軍で2年続けて結果を残し、3年目で大きな飛躍を遂げました。今シーズンの目標として掲げている50試合登板をクリアし、勝ちパターンに入るような活躍を見せてほしいですね。個人的にすごく期待している選手なので、まずは開幕1軍の座を勝ち取り、50試合以上、防御率 2.50 以下くらいの成績を残してほしいです。続いて、紅白戦の先発が決定した門別選手と茨城選手について見ていきましょう。2月11日に行われる1、2軍合同の紅白戦にて、門別選手と茨城選手を先発させると明かした岡田監督。相変わらず門別選手は高い評価を受けていますが、ここに来て茨城選手の評価もかなり高まっているようです。最初に岡田監督が目をつけたのが門別選手で、昨年の秋季キャンプの段階から絶賛。早々に1軍キャンプ入りを明言し、開幕ローテーション入りも示唆するなど、かなり期待を寄せている様子でした。予定通り1軍キャンプ入りが決定すると、高卒2年目で最年少となる門別選手への配慮として、同級生の茨城選手も1軍キャンプ入りすることに。
昨シーズン、2軍で防御率6点台とまだまだ発展途上の茨城選手が1軍入りしたのには驚きましたが、当時の岡田監督は、年齢的に一番下になるからな。それやったら2人入れてやれ言うたんや。キャッチボール相手としてな、と抜擢の意図を明かしていました。しかし、茨城選手の評価も急上昇。2月8日にブルペン入りし、変化球を交えて68球を投げ込んだ茨城選手について岡田監督は、今日の茨城は良かったで。同級生でな、キャッチボール相手でも、と思ってたけど。そんな軽い気持ちやったけど、キャッチボール相手だけではなくなってきてるよな。力をつけてな。そういうんじゃ全然なくなってしもうたな、とコメント。当初は門別選手に配慮しての一軍抜擢だったものの、茨城選手への期待も高まってきていると明かしました。茨城選手の魅力について問われると、ボールに力あるしな。茨城はやっぱりコントロールええよな。ばらつきがないよ、本当に。変化球もスライダーも、カーブもいいしな、と絶賛のコメントを残しています。変化球でもカウントを取れる、高卒2年目とは思えない完成度に、驚きを隠せない様子でした。今シーズンいきなり1軍で活躍するのは難しいと思いますが、数年後が非常に楽しみな逸材であることは間違いありません。茨城選手を高く評価しているのは、岡田監督だけではありません。2022年シーズンまでタイガースの投手コーチを務めた金村氏は、下半身のたくましさに加え、特筆すべきは体の柔らかさとしなやかさ。ハマった時は岩崎優や村上頌樹のようなスピンがかかったすごいボールを投げることができる。素材は門別と遜色ありません、と分析。強靭な下半身としなやかな腕の振りから繰り出す、球速表示以上に速さを感じるストレートを高く評価しました。一方で課題として指摘したのが、リリースの不安定さ。一つ課題を指摘するならリリースポイントが不安定な点。上半身の体幹を強化して再現性を高めてほしいと語り、この課題が克服できれば、一軍の舞台もかなり近づいてくるでしょう。評価がどんどんと高まっている、茨城選手と門別選手は先発として2イニングずつを投げる見込み。岡田監督は打順を明らかにしていないため、誰と対戦するかはわかりませんが、主力相手のピッチングを見てみたいですね。投手に有利な時期とはいえ、主力を抑えられれば自信を深められると思うので、とても注目しています。茨城選手と門別選手が台頭してくれば、将来の先発陣もかなり強固になるはず。左右のエース候補として、今後の活躍から目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。